改定診断2023年の今日はこの3番を説明します。 OA と OB と OB プラス OQ の代表を取りなさい。でこの1番は、こんなんで2番でこんなことがやってるんですよね。で今 OP やから OP はまあこれ制限定義を用いると、これは同じように、さらにここが π マイナス α プラス 2β だな。だから、この OP を、サインで用いてやるとサインの α プラス 2β 分の、サイン α だな。これはね、π 副題の下で OQ は、サインの、α プラス β 分のサイン α になると。で、OB は1、OA はこれで F になっているので、OA プラス OB というのはね、これ F の、OA、OB は、α プラス 3β だな。この F の関数は、ここ、2番で、sinx 分の1にしているので、この OA プラス OB はこれ、プラス、OB は、F があるんだな。でこれ OP プラス OQ は F の α プラス 2β マイナス F の α プラス β こういう形なんですよね。で、これを引くと、この OA プラス OP、OB から OP プラス OQ を引いたらどうなるかということだけど、これはサイン α にしておくと、これは、F の α プラス 3β、マイナス F の α プラス 2β、これと引く F の α プラス β、F の α、こうやってな。これの代償を見てるな。でこれはどうなるかというと、これね、平均値の定価、F の α プラス β マイナス F の α、これが α プラス β 引く α だな。まあ、こういう F'C1C2 F の α プラス 3β F の α プラス 2β、これ α プラス 3β α プラス 2β な。でこれは F'C2 としましょうか。で順番が α があって、で C1 があって、 α プラス β、 ここからね、こう α プラス 2β があって、で C2 がこの α プラス 3β の間にあるな。一番大きいのが2分の前。でこれが存在するので、これを変形したらなくて、F の α プラス β のマイナス F の α イコール β の F'C1 となるな。で、F の α プラス 3β 引くα プラス 2β が β の F'C2 となります。だからこの OA プラス OB、 OB プラス OQ は、これは β サイン α の F'C2 F'C1 はこれ正義、このベータもこれ正な、これ正、これも正ですよね。これも正なんですよね。であの F'F'2 回微分が正なんで、でこれ、ずっと増加していきます。増加していくので、この F' これも正ですね。だから、これ正になって、この OA、O プラス OA、OB の方が大きいか、OP、最終的には OA プラス OB の方が大きい、OP プラス OQ よりも大きいであります。この OA プラス OB、これ、
あ、OA プラス OB は、ここは、これは、OA プラス OB、これまあサイン、アルファどうなんでしょうかね。これもサイン、これ、アルファの内側はこうなると。はい、ポップス。